てください。ほっぺ。ふわりくにふに君のほっぺた、ほっぺたを触るとみんな笑顔になるよ。なぜかというと君がニコってするから、それにつられてみんなも笑うよ。あれから一年が経ったとするなら、みんなの顔を見てから一年が経ったのか、あれから一年が経ったとする。ふーふーふー、足元を踏みしめるたびに、あれは俺であり続けたい、そう願った。裏腹な心たちが見えて、やりきれない夜を数え、逃れられない闇の中で今日も眠ったふりをする。花の都ドイトーキョー、嘘エラのボストンバイ、北へ北へ向かった。ざらついた苦い空を噛むとねじ伏せられた正直さが、今頃になってやけにおねみにしみる。皆さんで一緒に、幸せのトンボよの声、お前はどこへ飛んでゆく。ああ幸せのトンボよ、舌を出して笑ってら。皆さん歌いますか？せーの、はい。ああどこへ、お前はどこへ飛んでゆく。もっと皆さん出せますよ。ああ幸せのトンボが、ほら舌を出して笑ってら。オリジナルソングのあの空へという歌を聴いてください。君が見てた景色は今も変わってませんか？大空を見上げる君は今も笑ってますか？昔よく見ていたあの大きな木を今も二人で見ているよ。限りなく近いあの空へ飛び込んで in the sky、 目指したあの長い道へ二人で走ろう。
で過ごした時間は宝石のよう輝いてました。今も持ってる輝いてた星も今も二人で見ているよ。限りなく近いあの空へ飛び込んで in the sky。 二人で見たあの夜空に星を探しに行こう。限りなく近いあの空へ。星を探しに行こう。イケソング。はい、皆さんこんにちは、イケちゃんです。今週のイケソングは佐賀で行われたレディオンストリートっていうですね、音楽イベントの、ちょっとイケちゃんステージをチラ見せしてみました。いかがだったでしょうか。さあ告知です。今週の金曜日、明日ですね、11月15日東神ストリート音楽会、18時から20時今週も計7組のアーティストに佐賀の街を盛り上げてもらいます。アーティストの歌う場所もこんな感じで決定していますので、ぜひ皆様ご確認ください。少しばっかしお天気の方が心配ですが、皆さんてるてる坊主100個作って祈っててください。さあ11月のカレンダーはこんな感じです。今週の TikTok ライブは15日と16日の2回行いますので、お楽しみください。さあそして11月21日は佐賀ムツゴロウ広場にて黙ムツライブに出演させていただくことになりました。イエイ。なんと出演者のほとんどがアイドルグループということでですね、僕が通用するかどうかは分かんないですけど、精一杯盛り上げますので楽しみにしていてください。さあイケちゃんグッズのお問い合わせもどしどしお待ちしてますので、ぜひご連絡ください。さあ SNS、 インスタグラム、 TikTok、 YouTube、 LINE、 Facebook、 何でもかんでもしてますので、ぜひフォローしてください。はい、ということで今週もご視聴ありがとうございました。この動画がいいなって思ったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。それではまた来週、バイバイ。